このゴンドラは定員40名、秒速5メートルで運転され、山頂まで約4分で参ります。底切り山は海抜329メートルで、千葉県三名山のうち随一と称され、音に聞く底切り山に来てみれば泡と軽さを引き分けに蹴りと歌われたそうですが、阿波と上総の国境をなしているところでございます。これより通過いたします。支柱の高さは18メートルでございます。この山は前山凝灰岩3階で、長い歳月の間に風化侵食され、至る所奇岩海石洞窟があり、山頂の日本寺境内は33万平方メートルの広大を誇り、千葉県指定の18章36景など数多くの秘境に富み、また洞窟内には500羅漢と称される1553体の子牛の仏群、さらには高く全長31メートルの大仏も復元され、その他百尺観音、地獄のぞきのスリル、間八州寸ずに州を一望に収める十州一覧台の景観は、多くの人々に称賛されているところでございます。正面に見えます岩肌は、遠い昔より建築用石材として切り出された跡で、この敷居の歴史は山頂建物内の資料コーナーに展示しておりますので、ぜひお立ち寄りください。またこの山は妙金山、また羅漢山とも呼ばれ、この気泡は遠く海上より冒険され、高校の目標とさえなったと言われております。まもなく山頂駅でございます。どうぞ山頂食堂石切資料コーナーをご利用くださいませ。ただいまロープウェイは15分間隔で運転しております。ご乗車くださいましてありがとうございました。お降りの際足元にお気をつけください。忘れ物なさいませんよう気をつけください。めちゃくちゃ手ぶれしてるんだよ。手ぶれしてる。どうやったらいいの？手ぶれを最後につけてる。多分。